はい、特別定額給付金第2弾をね要求される皆様こんにちは、総価塾の久保です。今回はですね、入ったコメントに何点かお答えしていきたいと思います。中にはね、私がねちょっとこう厳しいこと言うかもしれませんけど、今回はご了承くださいませ。今回だけは言わせていただきます。まずね、特別定額給付金が本当に確実になったんですかっていうお問い合わせ、数件コメントの中でいただきますけども、確実っていうのは唯一あなたの銀行口座に現金が入った時だけなんですよ。それまでは決まりましたって言っても覆るわけですからね。じゃあどうやって確実にするかってことを考えなければなりません。確実にどんどん近づけていくかってことですよね。それからですね、こういう方もいらっしゃいます。もう給付されることが 100% 決まったら確実になってから放送してくださいと、見るたんびにね、久保さんと今回もあやふやだからもうね見に来るんじゃなかったと思うことばかりですって言いますけども、私の活動っていうのは何をやってるかっていうと、確実にするために官邸にメールをしましょうとかね、麻生事務所に電話しましょうとか、菅総理のところに電話しましょうとかね、もう西村大臣のところに電話しましょう、こういうふうな国民の呼びかけをしていきましょうよってことなんですよ。だから決まったか決まってないかっていうふうなことは分かりませんよ、私でもね。私の得てる情報ってのは皆さんの得れる情報と一緒ですからね。ですから私も検索して、あ、新しいなんか大臣の発言があったな、新しい議員の発言があったな、それをもとにこの人を応援してこの声をね消さないようにして、私たちも応援して確実に近づけていきましょうってことを言ってるんですよ。確実に近づけていきましょうってことね。だから確実にしたいと本当に思うんだったら、本当にね5万円10万円欲しいと思うんだったら、そういう方が官邸にメールをするとかね、もう事務所に電話するとかね、それこそ凱旋活動するとかってことしないとそれはダメですよ。待ってるだけとか YouTube 見てるだけで確実度が上がるってことはありませんからね。これはちょっと言わせていただきます。で、早くお金が欲しいっていう方ね、それ気持ち分かりますけども、じゃあそのために自分たちは何ができるのかなってことなんですよ。何をするべきかなってことなんですよね。国に早くお金配ってくれよっていうふうに言うのも確かにそれ大事なんですよ。で、私みたいに YouTube をやる人もまあ出てきました。やっぱりね、呼びかける人が私一人よりも5人で呼びかけた方がもっとたくさんの人に気づいてもらえるじゃないですか。あ、官邸にメールってできるんだとかね、あ、事務所に電話したら聞いてもらえるんだとかね、そういう声が例えばね、1000人、1万人、10万人と増えていったら、それは国民の声として無視できなくなります。仮にですよ、この声が3000万人集まったらどうなると思います？それを無視して払わないってことありえますかね？で、そういうふうに考えていくと、やっぱりね、国民は数は力なんですよ。だからそれをね、私は気づいてほしくてずっと放送してます。だから、決まりましたってことじゃないんですよ。ね、決めるために私たちがどうできるかってこと、どう団結できるか、どう行動できるかですよ。何度も申し上げましたけども、お金持ち、権力者、成功者っていうのはすぐに協力します。すぐに行動するんですよ。じゃあこれを見習っていきましょうと。私たちは誰かがね、提案したらそれについて、はい、ソースを求めますとかね、裏付けはどうですかとか言って、すぐにね、発言しにくくなるような状況を作るんじゃなくて、じゃあ協力していきましょうとかね、じゃあ自分には何ができるかとか、じゃああなたができることはこれなんで、私はこれやりますっていうふうに、それぞれの持ち分を、この、なんていうんですかね、もう、やっていくってことじゃないですかね。私は YouTuber なんで、 YouTube で呼びかけてそんな方法があるんだってことに気づいていただくことを一生懸命自分なりにやってます。あ、久保さんの動画で官邸にメールってできることに気づきましたとかね、麻生事務所に電話したらつながりましたとかね、あ、こういうことやってて国民の声って届くんですねとか、そういうふうに気づく方が一人でも増えるわけじゃないですか。だからこの動画ってどんどん作ってるわけなんですよ。もうなんかね、そのタイトルで釣って再生数稼ごうなんてそんなケチなことしませんよそんなね、再生数が1000とかね、2000とか1万とか上がったところで100円とか200円の世界ですよ。で、そのために動画作って割が合わないわけですからね。そういうトンチンカンな質問はちょっとね、もうするのはいいですけども、もうなんか分かってなさを露呈するだけなんで、そこはね、もうね、まあ自由にされてください私はそういう人をバカにするわけでも何でもないですから、だからそういうことではないですよってことなんですよね。それからね、こういう方もいらっしゃいます。いつも久保さんの放送を参考にして一生懸命官邸にメールを送っています。自分たち障害者も少しでも発信していきたいですっていうふうにね、こういう方なんか、あ、そういう方法があるんだ、よし、自分たちでもできることがあったんだ、声を届けるぞと、これで1ミリでも前に進めるんだったら、少しでも可能性が広がるんだったらってことで前向きに協力してくださる方もいるんですよ。で、そういう方に対してね、やっても無駄だみたいな消しかけたりね、国民同士で潰しちゃってもしょうがないんですよ。で、そういうことをして自分は個人的に気持ちいいでしょうけども、誰かに勝ったつもりで気持ちいいでしょうけども、誰かに勝ったつもりの人も誰かに負けたつもりの人も全員で負けになるんです、それだと、ね、そうじゃないです。私たちが戦う相手は他にいるんですよ。そうでしょ、ね、だから弱い者同士ね、潰しちゃっても全く意味がないんですよ。私たちが立ち向かうのは
権力者に対してなんですよ。で、上に強くて下に弱いっていう任侠道みたいなのをちょっとここではね、武士道とか大和魂っていうのをちょっと持っていきたいなと思いますけど、どうですかね。それから現在ね、ちょっとこれから離れるんですけども、あの GoTo キャンペーンってあるじゃないですか。 GoTo なんとかって GoTo トラベルみたいなのありますよね。こんなことやったら、それはね、感染症の拡大なんてのは、それは GoTo やらないよりも増えるに決まってるわけですよね。なのに分科会の尾身会長ってまたちんぷんかんぷんのこと言ってますよね。なんかこう感染者が増えてきたんで GoTo をやめましょうって言えば済むのに、分散型小旅行に切り替えますとかね、なんかそんなとんちんかなこと言って、絶対に政府に対して盾つくことはしないんですよね。ああいうところからお給料もらってる人は、政府の GoTo キャンペーン、一押しのキャンペーンをね、邪魔しないように、なんかしないけどわけのわかんないことを言いながらね、それっぽいこと、どっちつかずのことを言うわけなんですよね。はっきりと GoTo キャンペーンやめましょうって言えば済むわけなんですよ。で、 GoTo キャンペーンやめて余った予算を、それは特別定額給付金に振り分ければ済むでしょ。だから皆さんも旅行に行ける余裕のある人とかね、と憎まなくていいですし、 GoTo キャンペーンってのはもともと旅行することによって、一部のね、余裕がある人が旅行することによって、全く事業が立ち行かない飲食店とか旅行業者さんがなんとか持ちこたえるようにやってきたわけなんですよ。でもそもそもこんな GoTo キャンペーンやるよりも、該当の人もしくはね、全国一律給付で100万円ぐらいぶち込めば済むわけなんですよ。で、そういうことをせずに、だからちょろ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 とね、戦力の蓄次投入というか、資金の蓄次投入というか、あとは利権ですよね、中抜きする業者があるところ、中抜きする中間団体があるところを中心に回していって、特定のポイントサイトですとかね、旅行の代理店とかを設けさせるために、わざわざ国民感情も抑えながらなんかね、せこいことやってるわけですよ。で、結局ね、今日明日の暮らしが立ち行かない人、 GoTo キャンペーンどころじゃないし、それこそ飲食店の、まあ、商売繁盛もいいんですけども、じゃあその飲食店すでに潰れた人とかね、クビになった人への保証が、じゃあ GoTo キャンペーンでありますかってことなんですよ。ないですよね。で、そういうふうに困った方が私の動画見たりとかね、してるわけなんですよ。住宅ローン解約して任意売却した方もいるでしょ、ね、人生全部台無しですよ、そんな方は、ね、で、住宅ローン組んで特定の税金とか利息を払ってる方って、こういう時のために税金や利息ってものの価値が出てくるわけじゃないですか。その時に助けてもらうために、こういろんな支払いしてるわけじゃないですか。でも全くソース感ですよね、こういう時に。全く見向きもしてくれなくて、あ、もう住宅ローン払えなくなっちゃったの、じゃあさようならみたいな感じで家取り上げて借金だけ残して、その人の人生を潰すわけですよ、うん、だからそうではなくて、やっぱこういう時こそ私たちが生涯で一番支払いの多い税金ってものがここで還元されるべきだし、はっきり言ってね、あの5万円10万円の定額給付金なんて、税金払った税金のお釣り程度なんですよ、こんなのは。で、そう思いませんか皆さん。私はね、多少なりとも税金をね、払い続けてきた人間として、借金してまで税金を払ってきた時期もありますからね。そういう時に思ったんですけども、万が一の時にはこの税金が自分に生かしてもらえるんだなと思った、まあ、ところもあって、そういう期待もあって払ってきたところがあります、無理してね。でも、まあ、何らそういうことはないですね。取ったら取りっぱなしで、うん、それこそね、今一番簡単でシンプルで影響もう国民に救われるのは消費税 0% ですよ。それこそね、1年限定2年限定でもいいからやってみろっていう話なんですよ。だから令和新選組の山本太郎さんが、その消費税廃止なんて言ったことなんてすごいなと思うんですよ。消費税廃止なんて私思いもつきませんでした。でも確かに消費税廃止すればとてつもない効果があるんですよ、消費効果で。デフレも脱却して、国民も豊かさを取り戻して、ものすごく活気が出るわけじゃないですか、それだけで。なのにそんな GoTo キャンペーンとかね、もうそんなちょこまかしたことやって、しかもこういうね、感染が拡大しようかって時に北海道除外みたいなこと言って、うん、じゃあ北海道を中心にその旅行のプランを考えてた方とか旅行業者の方っていうのはまたはしごを外されるわけですよ。だそういうことに対して私たちは戦いを解かなくてはならないんですよ。だからちょっと小競り合いやめましょうってことなんですよね。コメント欄でなんかちょこ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 ね、なんかお互いに論破しようと思って一生懸命やってるところもありますけども、それはね、ぜひね、別のところでやっていただいて、そうではなくて、ぜひね、私なんかが僭越なんですけども、私の動画関連のコメントでは、あの同じ方向に向かっていきましょうってことをね、ちょっと申し上げたいかなと思います。で、最後にね、あの特別定額 給付金を望んでる方に、これはね、なんか厳しいこと言って申し訳ないんですけども、一つ言わせていただきますけども、特別定額給付金を切実に待ってる方多いと思うんですよ、ね、これ本当に多いと思います。でも結局私もこの放送してきてもう1ヶ月以上になるんですけども、この間に別の方法で自力でね、ネットとかで5万10万なら本当稼ぎますからね。
で、そういう情報発信も私してますから、そっちの方もちゃんと見ていただいて、外食で儲ける方法とかポイントサイトで儲ける方法ってあるわけなんですよ。で、私も並行してやってきて、もうすでに、ね、放送開始からそれをやってきて、私の場合は19万円のなんか売り上げ立ててるんですよ。19万ですよ。放送しながらあのポイントサイトを使って19万の売り上げ立ててるんですよ。もちろん19万円全部が振り込まれるかどうかはまだ分かりませんけども、そういうこともできるわけなんで、ぜひね、まあ、いろんな状況でできない方もいると思いますけども、できる方はそういうふうに自力で5万10万ならもう今ね、月間5万だったらネットの力で全然稼げますんで、そっちの方ちょっとやっていったりしてもいいんじゃないかなと思います。もちろんネットの方でちゃんとね5万10万稼いだ上に給付金も待ってるよって方もいろんな状況の方いると思いますんで、あんまりね私がね何やってんだお前らみたいなことではないですよ。ただそういう方法もあるんで、待つだけではなくて、私たちは所詮ねできることってそんな限られてるじゃないですか、お互いに。だからそのできることすらやらないんだったらもう本当お手上げなんですよ。だからそうではなくて、できることはやっていきましょう。確実にやっていきましょう。できることが何にもない方もいると思います。そういう方はまあ私の動画見てちょっとね心の中から希望をこう掘り起こしていただくぐらいのことになるかもしれませんけども、でも全員が全員ネタ切りではないはずなんですよ。だからできる方はまあちょっとここからね、それぞれの立場とか分かんないんで勝手なこと言わせてもらいますけども、 YouTube で呼びかけられる方は YouTube で呼びかけましょう。 Twitter でリツイートできる方は Twitter でね、なんか記事をリツイートしたりとかして、やっぱり多くの方に知らせるって活動しましょう。フォロワーの数が10人でもいいんですよ、そういうのは。うん。で、あとはね、なんか他にも官邸にメールとかね、引き続きなんか あちこちに電話とかあるじゃないですか。そういうふうな具体的な行動をすることでしか私たちは確実に近づけないんですよ。でしょ、待ってるだけで、希望してるだけで確実が向こうからやってきますか？来ないですよ。しかもね、こう活動してる人を確実になってから言ってくださいみたいなことで、その人のやる気まで削ぐ必要はないんですよ。だからそういうことをね、ちょっと、ね、分かっていただきたいかなと思います。私は全然打たれ強いからいいんですけども、私を真似してね、私に真似て同じように YouTube で活動してるような方がね、でもなんか確実じゃないのに放送したら叩かれそうで怖いですっていう風な相談が来たら、私非常に寂しいですよ。そのやる気のある方のこの気持ちを削いで、結局は確実からどんどん離れていくわけじゃないですか。だからそういうことをね、なんかすいません、なんか言葉悪くって、これで良かったのかな、こんな放送で良かったのかなと思いながら、今回はね、あえてですよ、あえて、うん、分かっていただけると思って信じて、ちょっと辛めなことを言いましたけども、皆さんと気持ちは一緒です。そして私が先頭に立ってやりたいという気持ちも全く変わってません。できることならね、私がね、なんですかね、担当の大臣だったら、もう国民全員に100万一律支給と消費税はもう廃止ですよ、本当に。で、皆さんのね、国民の生活を豊かにすることによって、国が豊かになるっていうこと、こんなシンプルじゃないですか。国民の生活が豊かになったら国が、ね、豊かになるじゃないですか。でも国民の生活が貧しかったら国は豊かにならないですよね。もうシンプルじゃないですか。だからね、全員が全員全く働かずにお金だけ入金されると、誰もトラック運転してくれないし、誰もコンビニで働いてくれないし、誰も職員作ってくれないから、みんなで飢え死んじゃいますから、一定のレベルで適正な、まあ、労働とかね、適正な、補助とかっていうの、そのバランスを取らないといけないと思いますけども、でもなんか今のはね、あまりにもちょっと私はね、国の政策としてはお粗末すぎるなと思いますんで、その憤りが中心にあります。で、その中心にあるその私の憤りが、今みたいなね、ちょっと官邸どうなってるんだとかね、麻生さん余計なこと言わないでくれよとかね、菅さん頑張ってくれよみたいな電話とかメールに変わってるわけなんですよ。で、それでは飽き足らないんで、動画放送もして皆さんにね、私はこういうふうに思ってますよってことね、話してますけどね、すいません、なんか汚らしい動画になりまして、皆さんの心もね、別に石を投げたわけではないんですよ。同志だと思うからこそ、私の本音を今回は言わせていただきました。もうね、腹が立つなと思う方はチャンネル登録を解除して、もう私の動画なんて一生見なくていいですか。ただお気持ちの分かる方は、ぜひね、この件だけでいいですから、一緒にやっていきませんかってことですよね。私はいろんな放送してますけども、この放送に込める思いっていうのは本当に今強いんですよ。それはただ単にね、再生回数が多いとかなんとかじゃないんですよ。私の一番再生回数の多い動画っていうのはトランザムですからね。トランザム、大好きなトランザムに乗ってる動画っていうのが一番人気なんで、そればっかり本当はやりたいんですよ。でも今はそんなね、トランザムでイエーイじゃなくて、そうじゃないと、5万10万で救われる命があるってことに私はフォーカスして
だからこのお金で救われることに対しては今ね徹底的にこう訴えかけていきたいなというところなんですよね。ぜひ分かっていただければと思います。ただ私の今のね今回の放送はあまりにもぐちゃぐちゃなんで分かっていただけないかもしれませんけどね、まあいろいろと申し上げましてすみませんでした。これからもね私は自分にできることを一生懸命やるだけです。もう結果がどうなるかはそれも二の次でございます。ただ本当にやらせていただくだけですね。では以上でございます。ではおやすみ。